おかえり早かったう、ね、んよっす変なんかじゃないよどうしたのかな後ろ何もないよえお、あっ分かった話うんじゃああちょっと待っててうんリビングで待っててうん お待たせー。喉乾いたよね外暑かったしお茶入れるからちょっと待ってっていらないですか分かりましたでえっと話って何かな隠し事あないよ うんう,ん、うっそないよあ最近様子おかしかったえなんで完璧に、うんなんでもないなんでもないえっとどこがおかしかったかな挙動不振あまあうんほほかにはぼーっとしてることが多いあ 電話が多い…ああはい隠し事してましたちょっと待っててえっとこれです開けていいよそうお茶碗。ああ 君のお茶わ割っちゃいましたすいませんでしたいやあの割っちゃったのは1ヶ月前くらいなんだけどあのこれさお揃いで買ったお茶碗じゃないペアっていうかで割っちゃって買った時すごい嬉しそうだったから言い言い出せなくって。 同じのを買ってこようって思ったんだけどねあのこれペアで売ってたから片方だけ買うっていうのがな,なかなか難しくってでお願いしてあのまあ注文して届くまでの期間とかがあって今日届いたって感じですああそうだからねあの最近お米が少なかったパスタとかがね多かったんだ そう、ピラフとかチャーハンばっかりだったでしょそうかたくなに煮物をスルーしてたのはあの白米が出せないからですねはいごめんね怒ったいやなんで笑うのなんか怒りすぎておかしくなっちゃった怒ってないなん、なんで だってこれ結婚記念ってことで買った夫婦じゃん夫婦っぽいものが欲しかったそうなんだ私はてっきりこのお茶碗がすごく気に入ったんだと思ってた違ったんだうん本当にずっとそう思ってたよなんだなんだ早く言ってよ まあバレないようにしてたしそっかなんだうんああそう結局ねあの一個だけ買うってことができなくてだからまあ私のお茶碗のスペアってことでいいかと思ってもう一組買っちゃったうん同じやつえ私も今日から新しい方なん？ ペアだからあそっかじゃあ私の茶碗も割らないとえうえな何で止めるのだって夫婦茶碗なんでしょペアだからさ私のも割ってこう新しいのを使えば割る必要ないまぁ、あ、えそそっかま,また変って言った人のこと人のこと変って言う方が変なんだよま,また笑うし変なの あ私は変じゃないう揚げ足取りんじゃあ古い方はどうしようかなまあしまっておくことにするねうん,んうんそれだけ逆に何だと思ったの浮気浮気私が浮気なんてするわけないじゃんだってあなた以外の男性同じ空間にいるのもしんどいんだよ 忘れてない私が極度の人見知りってことをそうだよしかも男の人苦手だし一生結婚できないと思ってたんだからそれがたまたまあなただったからたまたま運命的にあなただったから一緒に入れてるってだけでうん <laughs> 今日笑いすぎじゃない、うんまあいいや あなたが楽しそうにしてくれて私も嬉しいから <laughs> ああ今日の夜怒られるんだって覚悟してたからなんか拍子抜けしちゃったうん今日の晩ご飯まだ決めてないよ煮魚食べたいあ白米食べたいってことだよね <laughs> ごめんってだってそうでもしないとバレると思ったんだもん、うん、すいませんでした じゃあ、今日はあなたの大好きなサバの味噌煮でも作ろっかうんあ材料ないよ。私買い物行って一緒に買い物行く <laughs> 今までこの時間はお仕事だからさ一緒に買い物とか行ったことなかったけど私ちょっと憧れてたんだ旦那さんと晩ご飯のお買い物するって。 本当ありがとうじゃあ準備してくるから待っててうんお待たせしましたうんそうこれエコバッグかわいいでしょう <laughs> そうちょっと変な柄なんだよしじゃあ行くぞーここから一番近いスーパーは歩いて5分ぐらい だけど、もうちょっと安いのがいいなって時は歩いて15分ぐらいのとこに行くうーん特売っていうかねそもそもそっちの方がちょっと安かったりするんだよねそうなの <laughs> すごいでしょう <laughs> いつもあなたの方がすごいっていうかしっかりしてるからちょっとえへんって感じえへんって感じはえへんって感じあっこんにちは <laughs> そうなんですこれから買い物であ旦那です初めて会いますよねえっとこちらいつもお話しさせてもらってる隣の奥さんそうお買い物付き合ってもらったり安いスーパー教えてくれたのもこの人 <laughs> あそう今日は仕事が早く終わったみたいで <laughs> そうですずっと行きたいって言ってた夫婦でお買い物です <laughs> はーい はい、また今度お茶しましょうはーい <laughs> いい人だなんうんうんあなたの話よくするよそれこそ一緒にお買い物行きたいとかデートもっとしたいとか会社ばっかで寂しいとかそういうあ,あ忘れてくださいいや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 嘘嘘嘘嘘嘘、何も言ってない 何でもないうないんでそんなうれしそうなのだって仕事忙しそうだったからあんまりわがまま言っちゃいけないかなって思ってたんだもんんもっと寂しいって言ってほしいってだってお仕事なのはどうしようもないじゃんどうしようもないこと言われても迷惑かなって思ったんだもん そんなことないよかった <laughs> うんでも今日一個やりたいことかなったから大丈夫 <laughs> あじゃあもう一個やりたいことがあるんだけどいい手 <laughs> つなぎたい <laughs> 最近 手ないだりしてないなって思って嫌だ嫌じゃないありがとうじゃはい <laughs> 今日したかったこと二つも叶っちゃったすごい幸せ行こうわがまま言っていいって言ってくれたから今日は帰ってからもたくさんわがまま言うことにする だから早く買い物行って早く帰ろ